Мы сегодня показали необычные пики и выиграли на них, потому что у нас у каждого игрока очень большой чемпион пул, поэтому под каждую команду мы очень легко подстраиваемся.皆さん、こんにちは。本日は MSI2019 プレイングループ Day3 の模様をお送りしております。いや、先ほどはデトネーションフォーカスミー、素晴らしい試合でした。いや、もうほぼ完勝という結果にもなりましたよね。まあ、グラフ的には、少し有利をつけられるところありましたけれども、あの高精細であれば、まあ、当然という結果ではありましたからね。そしてなんといってもセロス選手のパフォーマンス、いや、もう本当にびっくりしましたね。いや、すごかったですね。全く国内リージョンで見せてなかったピックで、したからね。ちょっと不安ありましたけれども、いや、もう試合入ってみればもうパフォーマンスでそれすべて取っ払ってくれるようなプレー見せてくれましたね。もう興奮しすぎて僕メガネ変えるの忘れてるんですよね。本当ですね。前回の放送と違うメガネです。はい。まあ、ちょっと古いメガネで持ってきてしまいましたけども。そんな中、続いてゲーム2。まあ、おそらく、はい、本日のデートネーションフォーカス3の一番の強敵となるであろうベガスクワドロン VS メガ e スポーツ、どのような試合展開予想されてますか？僕結構この試合が、はい、まあ、ちょっと同点返しが起こるんじゃないかなっていうふうにも思ってまして、っていうのもですね、はい、そのベガスクワドロン、うん、まあ、先日の試合を見るとかなり完璧なチームなのかなと思う反面ですね、ちょっと一つ弱点がありまして、序盤勝ってる時はこのアハーシック選手、先ほどインタビューもされてましたが、彼らを中心に、スノーボールをしていく展開というのが目立つんですが、一方で序盤に有利を作られてしまうと、彼らの逆転の方法としてやはりファイトを選びがちなので、そこからもうどん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 と崩れていってしまう展開というのが目立つんですよね。なので、まあ、目が非常に序盤強い、はい、プレイヤーたちが揃ってますから、そういった意味でもちょっとこの試合わからないんじゃないかなというふうに見てますね。なるほど。相性的にもしかしたらこうワンチャンスあるんじゃないかと、だと思いますね。なるほど。さあ、それではゲーム2のドラフトを見ていきましょう。ブルーサイドがベガスクワドロン、レッドサイドがメガ e スポーツとなっております。さあ、まずはベガスクワドロンサイドがジャーバン・カリスタ、メガ e スポーツはカーサスという番です。まあ、ベガスクワドロン相手にこのカーサスを開けたくないでしょうね。まあ、そうですね。ガジェット選手、そしてアハーシック選手、両方とも得意チャンピオンですし、ただベガスクワドロンとしては、はい、やはり序盤から作れるチャンピオン一つ嫌ってますね。これも自分たちの弱点、その序盤に有利を取られると少しゲーム展開作りづらいということを分かっているということですか？そうなのだと思いますね。それを警戒して序盤強いチャンピオンを3チャンピオンバンしてきました、ベガスクワドロン。そこからのファーストピック、まずはヘカリム。あ、ただメガ e スポーツもあくまで序盤からと考えていますか？レクサイ、そしてガリオです。少数戦非常に強いコンビというのを整えてきてますね。まあ、ただメガ e スポーツとしてもやはり彼らの弱点として一つ韓国人選手とそれ以外のプレイヤーのとの間にちょっと意思疎通ができていないという点が挙げられますから、そこをクリアできているかどうかですね。まあ、このメガ e スポーツジャングルのジュン選手、そしてサポートのポップ選手が、まあ、韓国からの助っ人という形でチームに合流しているプレイヤーであります。ここのプレイヤーと他のプレイヤーのコンビネーション、コミュニケーションというところが改善されているかと。まだ合流して2ヶ月、はい、非常に短いんですよね。そうなんですよ。立ってないですから、それを考えると、まあ、難しいところではあるとは思うんですが、ただそれでも彼らが克服しなければならない、そういった問題になっているでしょうね。まあ、この MSI 期間中にということにもなると思いますが、ベガスクワドロンのセカンドピックライズ、そしてサードピックブラウムに対してのメガ e スポーツサードピックはアジールです。ここまでのところではベガスクワドロンとしてはやはり序中盤から組み上げていきたいと、ヘカリメブラムを使ってですよね。そしてそこでは、メガも同じではあるんですが、ただレートゲームの保険として G4 選手の得意なアジールを取ったという展開になってますね。先日も G4 選手のアジールパフォーマンス良かったですからね。非常に良かったですよね。特に集団戦になってからの爆発力というところはすさまじかったですからね。ここはそのチャンピオンを抑えてきたメガ e スポーツ、そしてここからセカンドバンフェーズです。メガ e スポーツ、まずはキンドレッド。まあ、ここはレクサイのカウンターというところですよね。まあ、アハーシック選手の得意チャンピオンでもありますし、ここは無駄に消していったと。あとはどうでしょう、はい、ガジェット選手のチャンピオンプール消しておいた方がいいかなとも思うんですが、ただそれでもジャングラー警戒ですね。そうですね。かなりアハーシックに対して場を抑えているのはメガ e スポーツ、やはり彼が序盤の一つ起点となっているというところを警戒しているのだと思いますが、ただどうですかね、2位以降ガジェット選手の得意チャンピオンでもありますからね、消しておいた方が良かったのかなとも思いますが、そうですね、今シーズンかなり
このガジェットはボットニーコというものを愛用しています。さあここからセカンドピックフェーズ、メガ e スポーツどうでしょう。空いているロールはトップ、そしてボットレーン AD キャリーというところでしょうか。どうしますかね。ロイド選手に先にルシアンやバルスを抑えておいてと、まあ、またヘカリムがトップに来るかジャングルに来るかというのを分からない状況ですから、それを考えるとまあ無難にという選択にしましたね。さあその選択ルシアンです。メガ e スポーツペガスカードロン開始。まあニーコなんじゃないですか。まあ今シーズンの彼のピックを見ればニーコが一番いいのかと。ルシアンに対しても、はい、ニーコであればレーン戦である程度有利取れますからね。まあさらにはレクサやガリを飛び込んでくるチャンピオンに対してもカウンター取れますよね。 おっとただここはバルスにしますか。よりレーン戦強力な方を選択したと。まあ、さらにはバルスの方が仕掛けやすいといえば仕掛けやすいですからね。確かにそうですね。エンゲージという面ではもちろんその、ケカラのレーンさんの射程的な面でということだと思いますが、おっとそしてラストピックカジックス。まあ、彼のプレースタイルを考えれば、まあ、使えてもおかしくないチャンピオンですよね、はい、いやただ序盤から崩していこうというその狙いをさせないよというようなピックになりましたかカジックス。そしてメガ e スポーツラストピックはナーです。ここはヘカリムに対して連戦ある程度戦えるチャンピオンというところを持ってきましたね。さあどうでしょうリクルーツさん、まあ、両チーム構成出揃いましたけれども、まあ、試合前ではメガ e スポーツ序盤から仕掛けていく必要がありそうだよということですが、ただ今回のメガ e スポーツの構成としてはどちらかというと集団戦によってますよね、はい、ルシアン・アジールの DPS とやはりナーというチャンピオン、うん、集団戦が非常に強力ですから、まあ、そういった点で見ても、まあ、そうですねソロレーナーの強さを生かして集団戦を見ていく一方でベガスカードロンとしてはどちらかというと少数戦に長けているチャンピオンが多いのかなという印象はありますから、まあ、彼らのスタイル通り序盤から少数戦を使ってスノーボールをしていくということになると思いますね。なるほど。そうなると構成的には序盤耐えていくのはメガ e スポーツだと。そうなっていると思います。その上でレクサイとあとはガリオルシアン、この序盤に強力な、2人のコンビが非常に重要になってくると思いますね。さあもう間もなく試合が始まりますが、いやこのベガスカードロンやはりもうかなり1日目、デイ2というんですかね、グループ B の1日目では非常に強いチームだなという印象を受けるようなプレーずっと続けていました。そしてこのデイ3グループ B で言えば2日目、まあ、ここに来てちょっとチャンピオンプールの広さというところも垣間見えるようなドラフトになりましたね。そうですね。ガジェット選手、まあ、ニーコやカーサスだけではなく、はい、こういったバルスのような、まあ、オーソドックスなエリアにも使えるというところでもありますからね。さあ始まりました MSI2019 プレイイングループ Day3 ゲーム2ベガスクアドロン VS メガ e スポーツスタートです。さあそして先ほどちらっとこのベガスクアドロンを応援するサポーターの方でしょうかね、ベガスクアドロンサベがアイコンになってるんですけれども、そのサメの被り物をした応援していた人いましたね。さあまずは両チーム広がりあってスタートをしているようです。なるほど。そのアハーシック選手、はい、先ほど少し調べたんですが、カジックス国内リージョンで使って912という素晴らしいスコアでキャリーをしていたということもありましたから、相当な力量で使えるということのようですね。ちなみに一度も負けていないと。おっとちょっとこのアハーシックのカジックス、そうなると序盤まずは注目になりますね。まあ、特にレクサイ相手というところで自信を持って出してきたピックにもなってますからね。どうなんでしょう実際レクサイ対カジックスというマッチアップは。先に触った方が勝つマッチアップだと思いますね。ただとここは 2v2 のところ、9を当てているのはサンタス。おっさらに健康一滴でいいダメージです。ただここの視界の取り合いというところ相当警戒してますね。ここがただメガ e スポーツワードを守ることに成功しました。さらにはサンタスもワードをあの位置に置いています。ここが取れないとですね、先ほど言ったどちらが先手を取れるかという点で、不利に立ってしまうわけですよね、はい、なので序盤の、小競り合い、リバーのところのスカトロの戦闘で勝てなくなってしまう。だからこそあれだけの時間を使って、ね、彼らは視界のコントロールを取り合ったということですね。スキルをもらってでも取ってやるぞというメガ e スポーツの声聞こえてきそうな動きでしたからね。まあ、なんといっても序盤支える上でジャングラーの勝利というところは大きなところありますからね。
序盤ジャングルで不利を背負うと少し序盤苦しくなるというのは、まあ、このリーグオブレジェンドというゲームにおいては非常に重要になってくる要素ですが、いやそしてベガスクアドロはやはりこのミッドレーナーのノーマンズのパフォーマンスというのも非常に高いんですよね。そうですね、彼が中心となって国内リージョンをキャリーしてきたというのは紛れもない事実ですし、このマッチアップライズ対アジル、まあ、レンジ的にはアジルの方が有利ではあるんですが、序盤ダメージのところで、ライズの方が比較的出しやすいというよりもダメージ交換をしていって有利に立っていくというレーニングになりますから、それを考えてもノーマンズ選手が主導権握っていくでしょうね。さあここはボットレーンのスカトル、リフトスカトルのコントロールはジュンが取りましたが、この動きワードによって移っています。ただベガスカードのこれボットレーンのガンクはどうだ、警戒できているか。さあ視界はありません、視界はありません。ただ仕掛けないですね、仕掛けないですね。まだ待ってますよジュン。レベル3になるのを待ちますかボットレーン。あともう少しだと思いますが、さあただかなり警戒してるがベガスクワドロン、スローを入れた、ここでいい正義の鉄拳前に出る。おっとただツーマンタウンと合わせるのはロイド、まずはファーストラットメガ e スポーツ。いやこれはもう完璧なセットアップでしたね。レベル3になるのしっかり待ってからガリオのスキルが3つ揃ったの段階で仕掛けていくと、フラッシュでなんとかガジェット選手としても対応しようとはしたもののですよね、その先にはもうすでにレクサイがいましたから。そうですね、これノックアップ先で端で当たってますね、ガジェット。ちょうどノックアップのタイミングとフラッシュが被ってと、そういったシーンになりましたね。さあジュンかなりこのボットレーンに時間を使いましたが、いや時間を使っただけの価値があるプレーでしたね。そうですね、これで序盤の有利、ボットレーンサイドの有利というのは確約されました。しかも序盤重要なレクサイそしてルシアンが育ったわけですからね。これでボットサイドのコントローラーはメガイスポーツまずは獲得できたと言えそうですか。言えると思いますね、まあ、さらにはですよね、はい、そのやはり集団戦の構成というところで序盤苦しい中でルシアンが育っているというのは大きいですよね。ルシアンというチャンピオン序盤にパースパイクがあって、まあ、中盤以降ちょっとスケールで難しい部分はあるものの、序盤にキルを持ってさえ置けば中盤以降も存在感出し続けられますし、かなりいいスタート切れてると思いますね。まあもともとこの構成は集団戦が強い構成ということも言われてましたしね、まあ、このままスノーボールを続けていければ後半まで十分に戦っていけるメガ e スポーツの構成です。さあここはアハハシックのスティールが成功しています。ここはもうジュン選手がボットレーンサイドにしっかりと序盤時間を使った上で、まあ、ガンクも成功させましたから、アハシック選手としてはやらなければいけない動きになってますよね、はい。まあ、むしろこのラプターをしっかりと取ることができているというのでジュンとしては十分でしょう。さらにミッドレーンはノーマンズが主導権取ってますね。そうですね、しかもこのタイミング女神の涙もう購入できてますから、この時間帯次のブルーバフが来るまではちょっとアジルとしては太刀打ちできないと思いますね。まあやはりそうなると順としてはボットレーンボットレーンと続けていきますか。まあさらにはこのポップ選手もいますから、当然ですねボットレーンの視界のコントロールを取った上でボットレーンサイドからライズに対してプレッシャーをかけていくという可能性は十分ありますね。ポップを動かしてミッドレーンということですね。はい、さあそのポップボットレーンに戻ります。サプシの主導権を得てボットレーン、ベガスクアドロンとしてはどうでしょう、対してアハーシックトップレーン逆サイドということになりますかが一番理想だとは思いますね。あとはレベル6になってちょっとどこを進化するかにもよりますが、ただアルティメット進化をしてミッドレーンへのガンク、うん、もしくはそのヘカリムとのガンク合わせというところが一番理想かなと思いますね。下手にボットレーンで汚れの連鎖を覚えたからといって仕掛けてしまうと、やはりジュン選手育ってますから3対3で負ける可能性もありますからね。さあここでマウンテンドレイクを始めるのはメガ e スポーツ、ここはボットサイドの主導権を生かした動きです。さあそのまま獲得につながります。ここはかなり見事なオブジェクトのコントロールになってますね。ベガスクアドロンからドラゴンを取ると、はい、まあ、今大会だけ見てもあまり見られない光景ですね。そうですよ、いやこれは本当に言われた通りになるかもしれませんね。まずはいいスタートダッシュを切れているとメガ e スポーツ。まあ、ただここからですねカジックスの、はい、まあ、レベルがもうすぐ6になるタイミングでミッドレーンの G4 選手、
クレンズを持っているとはいえ、ライズとカジックスバースト相当出ますからね。さあハハシックがこれでレベル6、今何を進化させましたか。ちょっと確認できなかったので次のタイミングで、そうですね、次移ったタイミングで確認しましょうか。羽が生えたように見えたので、まあちょっと次のタイミングで確認しましょう。さあジュンはここでレッドバフをコントロールしてトップサイド、まあここはトップレーンのジャングルクリープを勝ってからボットレーンということになりそうですが、ただこのタイミングでトップレーンのガンクをジュン選手としては警戒しているようですね。そうですね、アハシックも現にトップレーンサイドに構えていますが、まあ、ボットレーンサイドの視界というところはクリアにしてますから、レッドバフを取ったタイミングでボットレーンサイドのワードに移らないのであればトップレーンに来るんじゃないかという読みで構えてましたね。あっと、ただロッキーこれスクライアブルームを叩きに行きますが、そしてワードを置いてアハシックの位置確認しました。いい動きだこれは。この連携かなり素晴らしい。これでアハシック眼光するレーンがなくなってしまいましたね。まあ残されるところといえばミッドレーンになりますが、ただそれもジフォー選手がこのラプターのところに置いたワードって確認できますからね。いや二丁走者でボットレーンはヘルスの大きな有利を作ります。メガイスポーツ、さあボットレーンの主導権はメガイスポーツ揺るがないものになっています。いやもう本当にカジックスとしてはレーンから入るほかないですが、いやボットサイドの視界のコントロールもメガイスポーツ完璧に取れてますよ。ここもアハシックが映ってます。ここはただ、視界のコントロール取られていることを分かった上でアハシック選手としてはまず視界のコントロール取り返すことを優先してますね。ただこれ映ってないですよ。さあ警戒しなくてはいけないミッドガンク。さあただジュンが、あっとこれソナーに映ったが、このタイミングどうだ。ジーフォー逆に反転だ。タワーのダメージを生かして英雄降臨からのカウンター、ジーフォーのキルだ。完璧だ G4。 いや今一瞬ジュン選手のソナーにカジックスが映ったのを判断してあのドリフトですか。いやソナーに映ったのは分かったんですけど、そんな一瞬の判断できますか。そしてもうこのタイミングでガンクることも分かって、ポップ選手もしっかりと栄光に打てるところにポジションを取ってましたし、いやメガイスポーツこの2日間で連携取れてますよ。連携面完璧に修復してきましたね。ジュンとジーフォーの今連携取れてた動き、いやポップもですけど、いや完璧ですね。これミッドレーンガンクを返したとなると、これもまた非常に大きいですね。いやもう本当に大きいと思います。いやなんといってもアジールにゴールドが入ったというのが凄まじいですよね。そのアジールドチャンピオンはやはり、はい、最低でも2アイテム必要なチャンピオンですし、ここでキルが入ったことによってロストチャプターを挟まずにいけてますから。ただここは警戒しなくてはいけないぞ。ポップにフォーカスを合わせている。タウントを2マンに決めてはいますが、スタンに捕まっているポップ、これはちょっと逃げられそうにもありません。アハシックのキルです。ベガースカドロンとしても負けてないですね。やはりこういったところからキルをもぎ取ってスノーボールしていくのが彼らの強みですからね。彼ららしい動きを今ここで見せたと。そうですね、さらにはカジックスですからキャッチする手段も、まあ、なかなかない中でブッシュベイトをしてというところ、非常に見事でしたね。さあここはボットレーンに一気にプレッシャーをかけていきます。ベガスクワドロン2丁走者ガジェット、これはケガラの連鎖が入った。この順に対してフォーカスさせていくのはベガスクワドロン、ノックアップから捕まえてガジェットのキルになっています。さあ1キル獲得はベガスクワドロン。ミッドレーンからは G4 を寄せながら、メガ e スポーツはこのボットレーンのアウターターの防衛をしようと試みています。ロイド選手がゴールド持ってますから、ここに張り合えるんじゃないかというところ、ちょっと無理をしたポジショニング駆られてしまいましたね。怪我の連鎖ロイドに向けて打った、まあ、怪我の連鎖だったと思うんですが、後ろにいたジュンがブリンクで避けたロイドの後ろにいたジュンがもらってしまいましたね。そうですね、それを見た瞬間に一気にキャッチのプレッシャーをかけていく。ここは引くべきでしたね。やはりガリオがどうしても小説戦を形作る上では必要ですから、はい、まあ、ジーフォーも寄れるタイミングでしたが、もう少し待っていればと。そうですね、張り合うのであればもう少し後のタイミングだったと思いますね。まあ、ここはただベガスクードロン、そこ見逃さない、さすがといったプレーでしょうか。まあ、そしてここからアハシック選手がキル持ってますからね、スノーボールしていくのは得意ですから。いや、このジャングルのコントロールというところでアハシック重要なプレイヤーです。このヘラルドのコントロール、トップレーンからロッキー、いいゲージの溜まり方ですがどうするか。
この時間帯普通に当たると強いのはメガスクワドンなので触ってますが、ただもうこれボットレーナーを寄せてメガス e スポーツ強引に取りに行ってますね。クリスチャンがやってるのいいですね。さあヘラルドスマイト勝負になりそうだ。さあどちらが取る、いや取ったのはベガスカードロン、ただこのヘラルドの瞳を取れるかどうかです。ボス選手が強引取りに来ますか。いやこれはどうでしょう、守ることをしませんね。メガ e スポーツ逆にこれを取りに来たところをキル狙っていきます。まずはサンタスをキルしているのはメガ e スポーツ。アハハシックがこれは逃げられそうです。ただヘラルドの瞳はサンタス取っています。この時間帯やはり同数での集団戦をするとやはり負けてしまうというところで、無理に集団戦を起こさずにキャッチの判断に切り替えたメガとしても冷静な判断だったと思いますね。ただちょっとボットレーンのアウタータワーフリーで触らせているのでタワープレートが集まっていますね。ガジェットに1000ゴールドほどボットレーナー同士の間で差ができているというのは、まあ、メガ e スポーツとしては苦しいですが、ただこのタイミングでスティールをされてしまったことの代償にはなってますね。さあこのアウタータワーロッキー行きますが、取るのはベガスクワドロンです。いやここでスティールをしたことによってベガスクワドロンとしてはボットレーンのタワー、そしてドラゴンまでフリーで獲得できてますね。これは非常に大きな有利になりますね。いやスティール本当にわずかな差だったんですが、ここも狙った、フトリフトからノーマンズをタワー下に引き込んでいる。さらには英雄降臨ノックアップ、うわ守ろうとしたサンタスがタワーのダメージによって倒されています。さあ怪我の連鎖からの反転を狙っていくかベガスカードロン。 G4 のマナはありませんが、いやしかし下からはロッキーがカバーに入っている。1キル獲得はメガ e スポーツ。いや今のノックアップ、レクサイのノックアップのタイミングでポータルワープによってノーマンズ選手生還した。そうですね、今絶対絶命の状況、ノーマンズどうやって逃げたと思ったんですが、ポータルワープをノックアップに合わせて使ってましたか。いや完璧でしたね。ここで G4 選手のインセクからジュン選手をまずは W のスネアで止めて、いやギリギリでしたね。あとはサンタス選手の氷河の烈光も入ってましたが、それによってジュン選手が CC をかける前にワープできた、非常に見事な連携でしたね。ただメガ e スポーツとしてもタワーを取らせずに1キルカウンターで取れたわけですからね。ここかなり15分の段階でゴールド差イーブンで進められているというのはメガ e スポーツの構成からしても悪くない展開だなと言えると思いますね。何度も言いますがレイトゲーム強いのはメガ e スポーツと、そうなっていますね。さあここからトップレーンお互いにスワップを選択しています。さあただちょっとポップがレーンを離れているのでこのタイミングは気をつけたいですね。さらにはベガスクワドロンとしてはボットレーンのところで、差をつけることに成功したわけですよね。ビルドのところを見てもやはりバルス非常に強力な時間帯でもありますから、ここはちょっとルシアンとしても戦えない時間帯になってますね。ボットレーンにガジェットを残す選択、これによってプレートゴールドがガジェットに集まっています。ビルドで言えば靴が完成していることもありますからかなり大きいですね、アイテム差。そうですね、もう丸々プレートの差がバルス1人分の差になってますからね。これ800ゴールドバルス1人が持ってるわけですから相当稼いでますね。ちょっとこのガジェットがいるレーンで当たりたくないですね。そうなってますよね。となるとどうでしょう、メガ e スポーツとしては、まあ、このガジェットがいないレーン、ミッドレーンまたボットレーンというか当たらないという選択がやはりいいんでしょうか。いや当たらないがいいと思いますね。アジールのビルドもまだナッシャーしか完成してませんし、ナーのビルドを見てもらえれば分かるんですけど、はい、これ耐える選択をしてるんですよね。ジャリムフィストから積んでいるのでブラックリーバーをまあ一気にラッシュしているような選択でもないですから、ここはもうこの時間帯メガ e スポーツとしては極力当たらないという選択肢だと思いますね。まあ、あとはやはりそうなるとコミュニケーションですよね。当たらないという意思統一がされているのであれば、まあ、徹底的に当たらないように動いていく必要があります。ただこのミッドレーンのタワーというところは最低限守りたかったところではあるんですが、しかしこれは守れないか。おっとただハハシックに対してノックアップ入れている、姿を消してハハシックブリンクアウト成功です。ポップが上から狙っていましたがここはうまく下げています。おっとそしてトップレーンにタワーダイブ狙いに行きますが、ノーマンズのスネアはロイドには入っていません。さあ2丁走者防ぐのはサンタスの盾です。ミニオンウェーブがなくなりましたがタワーの獲得はベガスクワドロン。いやこれただそこの物資に入るところはワードに移ってるんですよね。これはいきませんねベガスクワドロンは。
そうですね。いやー、ただここまでのところはライズを生かした、おっとこれは取り残されているの、ノックアップガジェット、リコールできなかった。これはただここをうまくついた、それをうまくついたメガ e スポーツ、いい動きです。まあソナがあのタイミングで消えましたからね、あそこでリコールしてるの分かってましたから。いやー、ただ入っているところ見えたと思うので、ちょっとスリル味わいたかったんですかね。なるほど。まあそういうプレイヤーいますからね。おっと、さあミッドレーンではジュンが一度狙われましたがブリンクアウト成功です。まあ、ただこれスリルを狙ったことによってトップレーンのアウタータワーメガイソー取れましたしね。まあ、さらにはガジェット選手からキルをもぎ取ることもできましたし、AD キャリーの間でのゴールド差というところも詰められましたから、いやーベガらしくないといえばらしくないですよね。彼らがこの時間帯にキル先行されることも、ましてオブジェクトがイーブンのような状況になることもなかったですからね。勝っているベガスクワドロンはやはりその完璧な動きというのをするんだということをリクルートさん試合前に言われてましたけれども、やはりこういった拮抗した試合では少しほころびが出るチームなんですね。そうなっていると思いますね。さあそれが先ほどのような動きみんなつながっているわけですけれども、ただ次に枠ドレイクがマウンテンドレイクですか、はい、ベガには渡したくないですね。やはりこれ取られてしまうと20分以降のバロンのプレッシャーも強まっていきますよね。そうですね、バルスやライズというかなり DPS が出るチャンピオンを選択されていることから考えても、ちょっとこれを渡してしまうとスニークバロンの警戒がより重要になりますからね。メガイスポーツただ分かっていそうですね、このドレイクは渡してはいけないとかなり警戒はしているんですが、いやただアハシック見えない位置から入っていますね。いやしかも今メガナーになってしまったので、これ集団戦も当たれないですね。あーこれは気づいたでしょうか、今気づいたんですがメガイスポーツ無理にはいけません。マウンテンドレイク獲得はベガスクワドロン、おっと行ったサンタスを狙いに行きますがここはブリンクアウトです。メガイスポーツとしてはやはり当たらずに冷静にキャッチができるタイミングだけを見計らってますね。本当に非常に冷静に連携が取れた、そういった動きにも見えますね。そうですね、デイ2では少しそのメガ e スポーツ当たらなくていいタイミングで当たっている印象あったんですけれども、この試合はほとんどそういった動きないですよ。かなり修正されていると思います。ただ一方でベガとしても抜け目なく取れるオブジェクトをしっかりと取っていく、マウンテンドレイク取りましたし、次のバロン戦というところがメガ e スポーツの大きな肝になると思いますね。それまでには G4 の装備整えておきたいですね。あともう少しでモレロノミコン完成しますからね、最低でもそこまでは欲しいですね。さあジュンはこの位置でカバーに入っています。さあなんとか G4 にファームを集めてモレロノミコン2コア完成というところまで持っていきたい。まあ幸い、はい、ベガスカードロの構成やはりカジックス取ってることからもタンクが受けられるタンクがサンタ選手しかいませんから、ゾーニングするプレイヤーがいないというところでちょっとバロンを直にラッシュするというのが難しい構成にはなってますから、メガイスポーツとしてはそこが救われてますかね。しっかりと状況を整えないとベガスクワドロンとしてもバロンを安易に始めることはできないと、まあ、始めたとしてもリスクが高いですからね。見つかった際に無条件で引かなければいけない、なんならそのヘルスの有利で、1キル2キルもしくはそのままバロンを触られる危険性までありますからね、はい、決してメガイスポーツもバロンが遅い構成ではないですから、まあ、それを考えてやはりベガスクワドロンはまずは視界のコントロールということになっていきそうです。んそうですね、まだまだリバーのコントロールこそ取れてはいますが奥に入っていく、でそういったディープワードは刺さっていません。ヘカリムがいることを考えてもベガスカドロンとしてはバック TP 用のワードというのを用意しておきたいですね。相手のジャングル奥深くのワードですよね、はい、とただこれジュンがボットレーンいますがソナーにアハハシックが映っています。狙いを変えてボットレーンにというようなメガイスポーツの動きでしたがこれは噛み合っています。おっと、バロンを始めたぞ。カジックスがボットにいるのでやらないだろうと。ただポップさせましたか。ワード置いて気づきましたね。これは一度引きそうですが、いやいいポップの警戒です。やはりベガスガドロンとしても視界が取り切れていないというところで、バロンを即決する判断には至らないようですね。そして一気にメガ e スポーツトップサイド自陣ジャングルにワードを置くことできてますね。ただここでかなりコントロールワード使わせるというような動きにも見えましたね。とメガナーレイジがない状況、
ブリンクアウトはロッキーです。 1v1 でしたが、ここはロッキーうまく引けています。 1v1 というところでもちょっとブラックリーバーの完成を待ちたいですかね。集団戦をするのであればこのビルドでも十分ですね。フローズンバレット、はい、完成しています。とジーホ危ないぞ。あっとこれは後手の分されブリンクができていない。いやただロイド、そしてジュンが合流してくる。テレポート、ジーホはフラッシュアウト。さあジーホ生存、ロッキーがテレポートからやってきます。レイジャーいい状況、汚れの連鎖は打たせました。ここで当たりきる判断をしてしまいましたが、ボス選手はまだテレポートありますからね。これ相当な有利がベガスカドローンに移りましたよ。そしてバロンを始めています。コントロールワードを置いて確認した。さあどうする、スティールを狙うかジュン。いやもう G4 選手遠いですからね。おっと、しかもこれ触らなくていいんですよね、ボス選手が。そうですね、ボットでプッシュできています。さあこれはいい判断だベガスカドローン、ボットのインナータワー獲得。いや本当にミスがないですね。さあこれで全くリスクを犯さずにオブジェクトの獲得につなげています。おっとただこれノーマンズの動き捉えられれば大きいぞ。ソナーで移りましたよ。いることを確認した。ポータルワープ狙っている、 CC で捕まえられればというシーン。ーノーマンズが1枚上回った。ジュン選手フラッシュでなんとかノックアップ入れようとしたんですが間に合いませんでしたね。いやそしてこれでジュンのフラッシュが落ちたとなるとこれもまた大きいですね。ベガスガードロン捕まえるスキルが1つ減ったわけですからね。しかもこのままテレポートの差を生かされるとなると、この後にちょっとメガ e スポーツサイドからバロンを触らなければいけない時間帯が訪れそうですね。テレポート差ついています、ボスそしてロッキーの間に。あまあ当然ベガスカドローはこのテレポート差生かしてくるでしょうからね。そうですね、そういうチームです。さあ先ほどのシーンのリプレイです。これ惜しかったですね、非常に惜しかったんですが、ここのトライブッシュのワードに見えた瞬間にアルティメットキャストして、いやギリギリでしたが本当にわずかな、本当にわずかな差でした。あーそしてここでマウンテンドレイクというのも大きいでしょう。2つ目のマウンテンドレイク、いや相当これでバロンが速くなりましたね。さあスニークバロンを匂ってきますメガ e スポーツ。いやここでバロンを行うのではなくボットレーンの光も狙いに来るんじゃないかという読みでは、ハハシック選手がここに構えてると本当に読みの深さも恐ろしいですね。いや 1v1 ロッキー仕掛けに行くが、そこにはハハシックがいるぞ。ただメガナーになってこれはうまくブリンクアウト成功、さらには au 降臨を見てハハシックは引いていきます。いや au 降臨使わせました。あ全て本当に相手の考えることを読み切ってますね。ロイドハハシックこれはいった、仕掛けに行く。さあ 1v1 勝てれば大きいがスローが重すぎる。ただ2丁層、さあ持っていったロイド。さあテレポート、ベガスカードロン、ボスが入ってくるがノックアップを入れているのはジュン。さあこのボスに一気にフォーカスを集めていくが、氷河の烈行でのディスエンゲージ、さらには怪我の連鎖も決まっています。さあ1キルはメガ e スポーツ、ロイドの個人技です。いやロイド選手が逆転の発想を仕掛けましたね。まさか狙ってくるなんて思ってないですから。AD キャリー1人で仕掛けに来るなんて、まあ、思ってもなかったでしょうね。いやただそれを逆についた動きでロイド1キル獲得。ただこういったところが怖いんですよね。差し替えのコントロールポップタウントを入れています。ガジェットに対してタウント、さあ兵士が貫いて、さらにはストップウォッチで時間を作ることにポップが成功しています。リデンプション、さらにはフラッシュアウトを使用してメガ e スポーツなんとか引いていきますが、多くのスキルを使わせましたベガスカードロン。さらにはストップウォッチも概要の重要なストップウォッチが落ちたというのは大きいでしょうね。さあそしてここは G4 がなんとかあの位置のコントロールワードの破壊に成功はしていますが、いやただですよね、はい、この25分26分中盤の段階でゴールド差ほとんどないですから。いやただこれまさかですよね、全くチームメンバーも寄れていない状況の中で。いや見事ですね、これは本当に見事でしたね。さらにそのロイド選手クリティカルビルドに行ってるのでブラックリーバーと違って体力がそんなに増えてないんですよね。ダスクブレードを持ってるカジックスに前ブリンクするあの勇気ですよね。もうリスクがある動きだったんですけれども成功させたと、やはりここのあたりで国際大会の経験の豊富さと勝負感の強さというのが生きてくるんでしょうね。さあバロン再三ベガスカードのこのバロンを使った動きでオブジェクトの獲得に成功しています。さあ時間
試合時間は27分を過ぎました。グローバルゴールドの差は1700ゴールド、ベガスクワドロン有利という状況ですけれども、どうでしょう、メガイスソーツレイトゲーム有利と言われてましたけれども、どのタイミング、今現在どうなんですか。まず今現在でも十分集団戦できるタイミングだとは思いますが、どうしてもその有利が取られている段階で視界のコントロールという点でベガースクワドロンサイドが上回ってますから、まずはその回復をしなければ、ちょっとカジックス、あとはヘカリムですかね、この2体のチャンピオンがどこから仕掛けてくるかわからないと、その危険性の中で集団戦するのは危険ですからね。まずは視界を回避してからであれば、十分メガイスポーツとしてもこのタイミング当たっていけると、当たっていけると思います。ただし、何度も言うようですが、はい、主導権を持っているのはベガスカドロンサイドになっていると思いますね。まあ、無理をしてというような動きはメガ e スポーツしてはいけないわけですね。そうですね、スケールとしても別にベガスカドロンサイドもそこまで悪いわけではないんですよね。集団戦の CC の差であったり、そういった面でメガサイドの方が若干ですが埋まっているというだけの話ですから、強引にという動きは回避しなくてはいけませんが、ただメガイスポーツその強引という動きは一切ここまでありません。バロンの中に視界を置き続け、バロンを始めればプレッシャーをかけるし、やめれば引いていくという動きずっと続けています。メガイスポーツ落ち着いてますね。あともうワンアイテムですかね、あとアジールのボイドスタッフなんかが完成し始めたあたりでも、ほぼほぼ集団戦は負けないという段階にまで進んでいくわけですから、この時間帯に無理をする必要はないですね。逆に言うとベガスクワドロンサイダーもそろそろ焦らなくてはいけないですよ。そうですね、ルシアンもインフィニティエッジ完成するとなると相当火力出ますからね、はい。まあ、先ほどの段階を見ても分かる通り、アハーシック選手もほぼ一瞬で落とされてしまうような火力もう出てますから、いやそろそろ焦り始める段階ですね。彼らそのバロンに触ってその揺らすことはしてますけど、取り切るという判断にまでは至っていないですから、今のところもそうですよね。彼これもう10分近くこのバロンを取ろうとして別のオブジェクトを取るという動きをずっと続けています。バロンの獲得には至っていません。さらにはその メガのロッキー選手、はい、ナノビルドも完成してきていますし、レベルも上がってますから、ヘカリムが 1V1 で勝てなくなってるんですよね。その影響もあってうまくバロンに触れてないですね。サイドレーンのコントロール取れなくなっているとメガ e スポーツ、あーベガスクワドロン、そうですね。さあここはベガスクワドロン視界をクリアしてバロンへのプレッシャー入れていきますが、ヤジュンもここが警戒できています。ベガスクワドロンとしてはあともう一つ奥視界が欲しいですね。ただその最低ラインをメガイスポーツがずっと抑えているので取りきれないですね。この動き完璧ですね。ここもクリアに行く。オーシャンドレイク獲得はベガスクワドロン。これはボットレーン狙いに行くか。ただバルスがドラゴンを抑えているの分かっているでしょうから、無理には仕掛けないでしょうね。さあ視界をクリア。このミッドレーンでの人数差はメガ e スポーツが今現在有利です。ここでガジェットが合流してきます。ベガ e スポーツサイド、ベガスクワドロンサイドとしては、まあ、ちょ1対1の展開を取ってもいいのかなとも思うんですよね。ノーマーズ選手、はい、ここまでのところで視界のコントロールには徹底して参加しているものの、あまりそのトップレーンをソロでプッシュしていくというような展開ないですから、いやただ始めましたね。始めましたね。これリコール見えてるんですが、ポップさあ消した。逆に反転か、狙っていく。ソナーに移っているのはサンタスだ。あジュンがちょっとこれは時間がかかりすぎている。バロンのヘルス2000を切った。さあ取ったのはベガスクワドロン。ここから集団戦になるか。いやこれはしっかりとベガスクワドロンが引けています。バロンバフを全て持ち帰ることに成功しました。いやここに来て一瞬のローテーションの隙、さらにはリコールのタイミングを読んで、いやバロン触った判断、ベガスクワドロン抜け目ないですね。本当にギリギリのタイミング、ここで取り切らなければというような時間帯でしたが、ベガスクワドロン取り切りましたね。そうでしたね。いやここからベガスクワドロンとしてはもうちょっと 1-3-1 の展開を作った上で、やはりアジールサイドレーン出れるチャンピオンではないですから、プレッシャーをかけてタワーを1本ずつ折っていくという展開になると思います。もうノーマンズもファームがすごく進んでますからね。装備もかなり整ってきています。ロッドベージスもすでに10スタック溜まってますし、これを相手するのはさらにはカジックスのステルスでのインもありますからね。
相当怖いと思いますね。やはり G4 としてはこのサイドレーンに出るという動きが非常に難しい状況なので、どうしましょうかね。サイドレーンのタワーは諦めてミッドレーンでと考えますか。んー、どうやらそのようですね。ただレクサイとガリオが寄っているところを見ると、ここで仕掛ける判断ですか。なんとかウェーブをクリアしてジュンのプレッシャーでインナータワーを守りに行きます。ただそれをするとミッドレーンでプレッシャーが来ますから、徐々にタワーが削れていきますね。あー、そしてチーフォーが挟まれている。ウェーブが到達するぞ。ただポップがカバーに来ています。タワーは守ることできませんが、 G4 は倒されていません。さあミッドレーンのインナータワーが続いて狙われている。いやー、このようにファイトをせずに有利を取りに行くというベガの冷静な判断、見事ですね。ベガスクワドロン、この試合で取ったキルまだ2キルですからね。ですがゴールド的にはもうすでに5000ゴールド以上の差をつけている、はい、冷静にオブジェクトを取っていきますね。いや、まさにマクロゲームというようなチームの動きでしょうか。さあミッドレーンにスーパーミニオン、失礼しました、バロンミニオンが到達しようというところですが、これはロイドのクリア。エンゲージ手段というのも、まあ、バルスのケガルの連鎖もしくはボス選手のヘカリムしかない。ただサイドからカジックスがだいぶのプレッシャー、ライズがだいぶのプレッシャーをかけることで、はい、相手を強引に引かせてタワーを削りに行く判断ですよね。ただこれ以降インヒビタータワーを殴るという展開になった時にそのプレッシャーというのは使えなくなるので、ここから本当にダイブをしに行くしかないわけですが、うん、ただしカウンター、メガ e スポーツ非常に強いですから、そこをどう攻略していくかというのがベガスクワドロンの今後の課題になっていくと思いますね。まあ、メガ e スポーツとしてはやはりそのインヒビタータワーでしっかりと当たって逆転というところを狙っていきますよね。そうですね、もしくは次のエルダードラゴンバロンのところで集団戦を起こさなければいけないということになってますね。エルダードラゴンに関してはドレイク4つ取ってますから、ベガスクワドロンこれは取らせてはいけません。メガ e スポーツ、そうですね、逆にベガスクワドロンとしてはもうこのエルダードラゴンさえ取ってしまえばエルダードラゴンのバフがありますから、ダイブが余裕で行えるというような展開ですよね。さあそのエルダードラゴンは1分以内に湧きます。残り40秒ほど。あ、これはそのエルダードラゴンの視界を取りに来るプレイヤーを狙おうというベガスカードロンの動きですが、 G4 がまずはタワーを立てて、さあ視界を取りに行きたいメガ e スポーツ。いや、ただここでノーバーンズ選手がしっかりとトップレーンプッシュしているというのがかなりいいプレーになってますね。これロッキーがカバーに入ってますね。ノーマンズはテレポートがありますが、ミッドレーンの太陽の円盤がまず破壊されています。さらにはコントロールワードのラインをここまで上げて視界がないこともチェックできてますから。さあ G4 少し怖いぞ。ボスのエンゲージもあります。いや、これでテレポートをしに来るロッキー選手のワードというのもありませんし、いや、もうこれボス選手の位置取りというのも相当危険ですからね。いや、エルダーを触っているベガスカードロン、ノーマンズ。さあここは気づいてメガ e スポーツプレッシャーをかけに行きます。あ、ただポジションを先に取れていますよベガスカードロン。ロッキーのこれレイジがたまるタイミングですから、ここで当たらなくてはいけないんですが、いや、ちょっと引いたこのタイミング、ベガスカードのエルダードラゴン獲得に成功です。さあここから一気に当たりに行く氷河の烈光、ロイドにノックアップは入っていません。なんとかエンゲージは回避しましたが、エルダードラゴンの獲得はベガスカードロン。ウェーブのコントロールをしっかりと取ってノーマンズ選手にソロでやらせた上でと、いや、相手が集団戦強い攻勢などを見て全くファイトをする気がないですね。ここもそのローマンズに一人で触らせて、ある程度削らせてから一気に取れるタイミングでエルダードラゴンにフォーカスを切り替えましたよね。そうですね、アハーシック選手ジャングラーで あるもののですよね、カジックスの W のゾーニングを生かしながらしっかりと相手をエルダードラゴンから剥がしてますし、いや、本当に隙がないですね。いや、そしてここは危ないぞ、レベルは18対17。さあシールド G4 をもらっていますが、フラックス、これはゾーニアの砂時計ですが、オーバーロード入ってローマンズのソロキル。アイルダードラゴン持ってますからこれはしょうがないでしょう。いや、そしてですね、このアジールがいなくなったとなるとですね、ウェーブクリアをするチャンピオンがいなくなるので、いや、ダイブをしなくともという展開になりそうですね。エルダードラゴンバフありますがポップが寄ってきている。
さあまずは距離を詰めてタウントでボスを捕まえられれば大きいが、ここはテレポート、ベガスクアドロン、それを見てメガ e スポーツは引く判断。ただボスが反転を狙っていくか、ポータルワープからバックライン、後ろに回り込んでくるのはノーマンズ、スネアにポップが捕まっています。これはもうポップがおとりになっていますが、ロッキーを捉えようとはハシックガジェットサントスやってくる。さあまずはロッキーのガーディアンエンジェルが落ちています。二丁走者で懸命にダメージを与えていきますが、村重、さらには怪我の連鎖からタワー下追っていく、シャットダウン、そのまま4キル獲得、つないでいってエースまで持っていくのはオメガスクワドロン。いやもうこのタイミングでしかメガ e スポーツとしてはキャッチの判断ができなかったというところで、まあ勝負を決めに行ったわけなんですが、ただそこすらもベガの手中でしたね。さあそのままネクサスタワーを2本破壊し、ネクサスを獲得し、勝利したのはベガスクワドロンとなりました。ベガスクワドロン、本当に1個有利を掴んだ段階から、はい、スノーボール全くミスをしないですね。メガ e スポーツとしても中盤のところまではかなりいい調子でゲームテンポをスローダウンさせることに成功していたんですよね。なんですが、あの相手のリコールが見えた瞬間に、はい、バロンを始めてからのテンポの速さ、本当にこのチーム強いですね。そしてそこまでの動きも非常に素晴らしかったですよね。バロンをおとりにしてオブジェクト、別のオブジェクトを取って有利を広げていく、その全く集団戦をせずにマクロの動きだけでオブジェクトを取っていく動きですよね。本当にそのメジャーリージョンにいてもおかしくないような、はい、そういったマクロ運びだったと思いますし、本当に強敵だと思いますね。いやちょっとこのチーム、いやメガ e スポーツ本当に改善されて、動きがデイ2よりかなり改善されていて、序中盤の動き素晴らしかったんですが、そうですね、特にポップ選手と他のプレイヤーとの連携面というところがかなり改善されていたと思います。序盤の相手の仕掛けに対してもポップ選手がすぐさま寄っている降臨だったりとか、逆に相手の仕掛けを読んだ上でポップ選手にセットアップさせる動き、はい、もうあれは間違いなく G4 選手からの指示だったとは思うので、本当に連携面の強化というところはあったと思います。ただそれすらもベガが上回ったと、そうでした、ね、いうことでしたね。さあ本当に序盤から仕掛けていき、メガ e スポーツとしてはというようなことでしたが、まあ、まずドラフトのところからそれをさせなかったですよね、ベガスクワドロン。そうでしたね。ただメガ e スポーツとしても、はい、ドラフト通りの動きはできていただけに、いや本当にベガスクワドロン強いなという印象でしたね。まあ、メガ e スポーツがこれはミスをしたというよりはベガスクワドロンがうまくやったということですよね。そうだと思いますね。いやこのチームは本当に強いですけれども、いやちょっとここの今後の戦いが非常に重要になってきそうですね、ベガスクワドロン戦。そうですね、特にノーマンズ選手、彼には要警戒だと思いますね。ミッドレーナー今回ライズ使ってましたけれども、いやこの辺りの仕掛けも間違いなくこの位置にミッドレーナーいたらデッドしてますからね。普通なぜノーマンズ生き残っているんだと思いましたけれども、そのデータにも表れてるんですが、はい、彼その敵のジャングルが近くにいる値を数値化してくれるというものがあるんですが、その数値、LCL、CIS の中でも、はい、まあ、トップ1位の数値を誇っている、敵のジャングルがかなり近くにいるプレイヤーでもあるにかかわらず、デッド数が全くないんですよね。狙われているのに倒されないと。そうですね、その数値も、CIS の中では1位、全くデスしないという方向で1位の、数値を誇っているので、本当に素晴らしいプレイヤーであるのは間違いないと思いますね。なるほど、まあ、さらに言うとですね、はい、味方ジャングラーが近くにいる数値というのは、そのリージョン内でもダントツで、低いと助けられないプレイヤーなんですね。そうなんですよね、助けられない、しかも敵のジャングラーを多くでも倒れないんですよ。倒れない、いやこのミッドレーンノーマンズということですか。さあ、VC のレースですね。あ、最後のシーンですか。最初、ミッドのコールが出たんですね。ノーマンズ選手のテレポートから一気に。
まあ、ここも行ってしまえばノーマンズからですね。そうですね、そこまでのところではチーム全体でミッドというふうな意思の疎通ができてましたから、そういった意味でも彼がゲームのペースをコントロールしているのは間違いなさそうですね。いや落ち着いていますね、なんというか。まあ彼らもう1位で通過する気満々でしたからね、インタビューを見ていても。ただそのインタビューのところで、はい、ギャンビットのことをかなり意識されていたようにも見えましたね。そのドーリジョの中にギャンビットというかなり有名なチームがあるんですが、今年はギャンビットではなく我々が出てきたんだぞということを強く語ってられましたから。いやただもうまぐれで上がってきてきたんじゃないということはもうここまでの戦いで十分証明してくれましたよ。本当にもう実証済みだと思いますね。さあポストゲームブレイクダウンです。おっとただアハーシック、このゲーム展開でここまでダメージ出してますか。まあ、彼がゾーニングをして W の、ポークから相手をゾーンアウトさせていた。ただですよね、その30分後半、はい、ほぼほぼ40分に近いゲームでこれだけしかダメージが出てないんですよ。戦わなかったと、全く戦わずして勝利したというのがデータからも現れてますよね。そして有利を取ってからというもの、全く相手に有利を渡していないんですよ。そうですね、ゴールドディファレンスオーバータイムでは本当にそういった状況出てますよね、グラフにも。いや本当に一度有利を渡したらそのままスノーボールしてしまう、本当に凶悪なチームだと思いますね。スクワドロンやはり強敵ということが分かる試合にはなりました。さあそれでは続きましてゲーム3、デトネーションフォーカスミー VS メガ e スポーツですが、一度ここでインターバルに入らせていただきます。いやメガ e スポーツかなり仕上がってきてますから、ここはデトネーションフォーカスミーぜひ勝っておきたいところですね。そうですね、ただやはりフォーカスミーも先ほど1勝上げて、はい、波に乗ってますから、この勢いでいってほしいですね。そうですね、それでは一度失礼いたします。